はいどうも、中プロです。プロレス界の重箱の隅をつくような内容を毎週一人語りでお送りしております。こちらのチャンネル、今日の話題はこちらになります。はい、海外のプロレスには戦いがないと思っている人はウォルター対ドラグナフを見ろということでして、まあ海外のプロレスっていうとやっぱ日本のプロレスと違って、まあ競技性が少ないと。例えばストーリーラインであったりとか、あるいはその駆け引きみたいなものがすごく多いで、場合によってやっぱそのソープオペラみたいなものに邪魔されて、まあ要はプロレスとして、プロレスをスポーツとして、戦いとして、競技として見ていった時にはちょっと物足りないなというふうに感じるという人は結構いるんじゃないかと思います。やっぱり例えばその新日本プロレスとかでの意地の張り合いとかね、そういったものを特に好んで見てらっしゃる方っていうのはそういう方が多いんじゃないかと思うんですね。だからアメリカンプロレス含め、海外のプロレスっていうのはあんまり戦いじゃないんだよというふうにご理解する。そんなことないっす。もちろんいろんな試合のパターンがありますからね。やっぱりそのフィニッシュの技が一発決まれば終わり、そこに至るまでの攻防というところもあるし、まあ、正直試合内容よりもそこに至るスキットの方が重要な試合とかもプロレスとかもあります。ですが、全くその海外に日本のような闘志あふれる意地の張り合い戦い方というのがないわけではないですね。でその最たるものというのが僕がお勧めしたいのがこちら、2017年の WXW で行われました、関本大輔のライバルでありますウォルター対熱血感イリア・ドラゴノフですね。この2人の戦いというのをですね、お勧めしたいというふうに思っております。もうウォルターに関してはこの時点ですでにその今NXT UK で展開しているインペリアムのようなチームですね。もうメンバーも変わらずという感じでアイクなどマーセルがいるんですけども、というところを作ってまして、まあそれに対してベビーフェイスのドラグノフが挑むということになります。でウォルターは皆さんも知っての通り巨漢であり、まあ日本に来ていた当時はまだちょっと完成されてない荒削りな選手でしたけども、NXT UK の方に上がりまして覚醒して、また今や絶対王者として君臨している、まあ本当にモンスターですよね。もう一発のチョップの威力、そしてパワーボム、ボディープレス、単純ながら豪快で火の打ち所のない力のプロレスをする、そういった強いレスラーです。でそれに対してイリア・ドラグノフはロシア系っぽい非常に色の白い、まあ、顔もちょっとドラキュラっぽいような感じのね選手なんですけど、ちょっとニヒルなヒールっぽい感じでいくのかと思いきや、もう鼻息がもう吹き出さん、ね、鼻から湯気が吹き出さんばかりの熱血感で、まあ非常に動きとしても無駄が多かったりとかするんですけども、そのバタバタ感っていうのがすごくたまらないと。その赤いタイツでね、闘志をむき出しにして戦っているスタイルは、僕は結構個人的に若き日の小橋健太を思わせるような、それぐらいの熱血感、すごい熱い熱いプロレスをする選手です。でこの2人が戦うとどうなるかということなんですけども、まあ言ってしまえばもう胸板がミミズバレになるようなプロレスがそこにあるということですね。まあ日本で見られるような本当にこの塩崎選手だったりとかね、佐々木健介、天竜源一郎なんていうところがある、この胸板が耳ずばれになるほどのものすごいド迫力のチョップをですね食らってもなお爪を耐えて歯を食いしばって立ち向かっていく、これはもちろんドラグノフですね。そして意地を見せて耐えて耐えて反撃をしていくと、もう互いにウォルターもこいつを何としても倒してやるという、この意地をですね張り合うガッツンガッツンハードヒットの凄まじいプロレス、限界を削るプロレスがそこにあるわけです。でもちろんこの結末に関してはですね、皆さんちょっと YouTube に上がってますので見ていただきたいというふうに思うんですけども、とにかくアメリカ海外のプロレス、まあ、この場合はヨーロッパなんですけどね、海外のプロレスに関しては戦いが足りないなと思っている方に対しては非常に留飲を下げるような、もうスカッとする試合になっております。そしてこの2人の戦いなんですが、NXT UK でもということで、まあ、現在、ウォルター、それからイリア・ドラグノフ2人ともですね NXT UK に上がっているんですけども、実はこの再開した NXT UK でウォルターの一番最初のタイトルマッチの相手として目されているのがこのイリア・ドラグノフになります。正直もう今ウォルターの前に敵なしという状態になっているので、一度戦ってるんですけどもね、他の時でもでももうこのウォルターの牙城を崩せるのはドラグノフしかいないのかなというふうにも思ったりします。まあそう思っていたらですね、先週の NXT UK でピート・ダンがちょっとウォルターの挑発に対してちょっと乗っかってしまっていたりとかするので、またピート・ダンもですねNXT UK 復帰かなという感じもするんですが、いずれにしてもですねこのウォルターとドラグノフの一騎打ちというふうになったらもうただでは済まない、
本当にまたドラゴンの胸板が耳ずばれチョップでバチンバチンに耳ずばれになるような凄まじい熱血の戦いが繰り広げられると思いますね。ぜひぜひ皆さんもチェックをしてみてください。まずはですね、2011年の、XWX の方ですね、試合を、ね、見ていただいて、そちらの方でちょっと胸を、熱くたぎらせていただいて、ぜひこれから行われる、NXT UK でのウォルターとドラグレフの戦いにも目を転じていただきたいと思っております。というわけでですね、今日は、海外のプロレスには戦いが足りないと思っている人はウォルター対ドラグノフを見ろというお話をさせていただきました。今日の動画が面白かったよという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。